んです。言うて言うと今日はみんなの味方 GU から揚げ句を大量に仕入れてきました。だいたい3万円くらい使ったかな。別に案件とかそういうんじゃ一切ないんですけど、今日は GU 縛りでコーディネートをしていきたいと思います。では早速買ったものを見てほしい。形がめっちゃ可愛い。で、下はこう短めのスカートで、このままでも可愛いんだが、このアウターを上から足す。もうこうなると冬装備だよ。冬装備で、あったかあったかでござる。このように、デカめの買うことによってスカートの丈と揃えるっていう。めっちゃあったかい。という感じの1着目でした。2着目見てこれ、シンプルにクリボー可愛すぎん。遊戯王とのコラボがちょうどやってて、で下はシャカシャカめの紐で留めるタイプで超楽ちん。下あのデニムとかでも可愛いね。この帽子も可愛いなと思って買いました。パーカーも秋っぽくて可愛いなと思って買いました。クリボーくんの横に添えて、なんかハンバーガーみたい、美味しそう。これセールで安くなってたバラクラバっていうの、赤ずきんちゃんみたいな。恋が可愛いと思ったのでちょっとこれもセットして、よいしょ、なんか可愛い。これの中に入れちゃいまして、え、でもこれだけで可愛いじゃん。ていうかさっきのスカートにも合うじゃん。このカーゴパンツでもいいんだが、 GU 縛りとか言いつつ私物のも合わせてみるが可愛い。いやー女子高生みたい。これはこれで可愛いな。ということで GU 縛りでコーディネートしてみました。また機会があればこういうルックブックみたいなことをやっていきたいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。